放射能除去装置コスモクリーナー D を手に入れるため、遥か14万8000光年の彼方のイスカンダル星に向けて航海を続ける宇宙戦艦ヤマト。だが大マゼラン軍を目前にして、彼らはかつてない強敵と対峙しようとしていた。その名はドメル将軍。数多くの戦場を勝ち抜いた前線全勝のガミラスの勇士であり、銀河系侵攻作戦の総司令官でもあった。時に西暦2200年3月16日、後に語り伝えられる七色星団攻防戦である。七色星団に接近。周囲に金属質微粒子が多数。すごい光景ですね。正式名は七色混星発色星団。複数の星が密集して並び、ナトリウムやカリウムなどのそれぞれのスペクトル光を出して発光しているんだ。厄介なのは、星団の全ての星が可視光を遮るガスを多量に放出していることだが。暗黒ガスか。厄介だな。星団の中央部はどうなっているんですか？わからん。七つもの星が固まって発光しているため、それらの光の干渉で正確な光学測定ができんのだ。じゃあ戦いの場についての情報は実際何もないわけか。苦しくなるぜ。来たか、ヤマト。本当に大丈夫なのだろうな、ドメル司令。この作戦が失敗すれば本当にわしらの首が飛ぶのだぞ。心配には及ばん。だが万が一この作戦が敗れることがあるならば、我々は最後の武器を使わねばならんだろうな。ガミラスへの忠誠心という武器を。忠誠心？まさか。君だって忠誠心なら私に負けてはいまい。我々は七色星団が吹き出す濃密な微粒子群の背後にいる。そこからでは我が艦隊の位置がつかめまい。よし、瞬間物質移送機起動準備、作戦開始だ。現在の敵の戦力配置を分析して艦隊編成を考えてみたのだが、どうだろうか。よし、早速艦隊編成に取り掛かろう。全速前進。新たな敵をレーダーに捕捉しました。なんだこりゃ。艦のすぐ周りに敵爆撃機多数取り囲まれてます。何？一体何なんだ。突然現れやがったぞ。モードに行こう。総員、戦闘配置につけ。
界を殲滅しました。しかし今のは何なんだ。あの爆撃機たち突然現れたようにしか見えなかったぞ。ワープだ。え、信じられんが、この短距離を正確にワープしてきたとしか思えん。敵には近距離用のワープ装置があるんだ。くそ、なんてこった。新たな敵をレーダーに捕捉しました。また現れたわ。艦のすぐ周りに戦闘機多数。くそ、今度は戦闘機か。ブラックタイガー隊、気をつけろ。敵は消耗したブラックタイガー隊を狙うつもりだぞ。敵を片付けたぜ。レーダーに捕捉しました。あ、まただわ。艦のすぐ周りに雷撃機多数。一体いくら出てくるの。そう、敵の空母は一体どこにいるんだ。全力で迎撃に移れ。このままじゃヤマトはあっという間に蜂の巣にされてしまうぞ。撃墜しました。新たな敵をレーダーに捕捉しました。レーダーに新たな反応。すぐ前方です。なんだあれは。ミサイル回避できん。ぶつかるぞ。あのでかいミサイルはどうなりました。不発か。いや違うぞ、回避を見ろ。めり込んでやがる。波動砲の発射効果。なんだこりゃ。くそ、あいつに飛び込まれたらヤマトは内部から爆発してしまうぞ。非常にまずい状態だ。波動砲内の隔壁がすでに破られている。チキショウ、波動砲が撃てないどころか、このままじゃおだぶつだ。艦長、こうなればあのドリル状ミサイルの内部に侵入してドリルを逆回転させるしかありません。真田さん、危険です。他に手はない。アナライザー、今動けるのは俺とお前だけだ。行くぞ。了解。いくらワープで攻めてこようとも、敵の本体はこの宙域にいるはず。
レーダーに目を凝らせ。真田君がミサイルを解除している間に敵の空母を探し出すんだ。新たな敵をレーダーに捕捉しました。敵艦を撃沈しました。見つからないのか。くそ。ミサイル爆破までの予想時間あと3分。艦載機の猛攻で決着をつけるつもりだったんだろう。敵に接近しろ。ミサイルの破壊力が強力ならば敵も自分の近くでは起爆できないはず。こちら真田、
第一艦橋、聞こえますか？真田さん、様子はどうですか？今、ドリルミサイルの機関中枢にいる。到達したところだ。これより回路の解体を開始する。貴様、間に合え。間に合ってくれ。ミサイル爆破までの予想時間、あと2分。敵撃墜。緊急修理ユニットを使用するぞ。緊急修理ユニットを使用するぞ。新たな敵をレーダーに捕捉しました。緊急修理ユニットを使用するぞ。緊急修理ユニットを使用するぞ。緊急修理ユニットを使用するぞ。瞬間物質移送機による電光石火のドメル戦法をかいくぐり生き残ったヤマト。だが空母を失い敗北を悟ったドメルはヤマトの下部第三艦橋に取り付き自爆を決意する。ドメル司令、我々はお互いそれぞれの星のために戦ってきた。しかしもうこれ以上の犠牲を出すことは望まん。頼む、我々をイスカンダルまで行かせてくれ。沖田艦長、残念だがそれはできる。あなたが地球を救うために戦っているように私もガミラスの命運をかけて戦っている。私は命を捨ててでもヤマトのイスカンダル到着を阻止せねばならぬ。ドメル司令、最後にあなたのような勇士に会えて光栄に思っている。ガミラス星並び地球の未来に栄光あれ。ドメル司令、ドメル司令、通信切れました。いかん、
彼は艦ごと呪縛すぎだ。第三艦橋および艦艇のクルーは上甲板に退避。第六、第七、第八、対放射線核兵器閉鎖。急げ。じゃあ当初ガミレス人は皆悪魔のような奴ばかりだと思っておった。数多くの地球の兵士を、部下を、そして家族を殺した悪魔の軍隊だとな。だがガミレスもわしらと何ら変わらん。わしらが地球のために必死に戦ってきたように、向こうもガミラス星のために命を懸けて戦っておったのだ。ドメル司令のようにな。ガミラスから見ればヤマトこそ彼らの家族を奪い去る悪魔の船なのかもしれん。だが今の我々はただひたすらにイスカンダルへと進み続けるしかできん。徳川君、わしは心底思うよ。あのドメル司令のような男と敵同士ではなく味方として出会えていたならとな。我々もいつかは死にます。あの世で彼と出会えることを祈りましょう。敵ではなく共に語り合う友人として。そうだな。この戦いにおいてヤマトは数多くの乗組員を失うこととなった。宇宙層の場で時のヤマト艦長沖田重三の残した言葉が今でもヤマトの航海記録の中に残されている。地球のために命を懸けた全ての勇士に送る。君たちの心は我々の心によみがえり、明日の地球の力となろう。我々は君たちを決して忘れないと。ヤマトとガミラスの死闘を間近で眺めながら、七色星団の星々は何を思うのか。美しい星々はただ何事もなかったかのように輝いていた。時に西暦2200年3月16日のことである。